神と題した光と歌声のスペクタクルです。東京芸術大学の卒業生であるくるくるチャーミーがこの日のために眠り場の語り部となる合唱曲を制作しました。歌うのは眠り場夜の部のために発生された眠り場唱団となります。The night session now begins. Please enjoy our light show and singing under the night sky. 夜晚公演再次开始，请尽情享受溶解在夜空中的光线歌声。いい無理も。夜空に溶ける歌声と二人のスペクタクル、どうぞごゆっくりお楽しみください。それでは大牧さんお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。昼間の盆踊りに続き、第2部、パフォーマンスの方がやってまいりました。このパフォーマンスもここ数年続けている夜の部の、ライトを使った、パフォーマンスを続けてきましたが、今回は本当に市民の合唱団を、作りまして、すごく練習をしてきて、今日に至りました。皆さんぜひ静かに聞いていただけると嬉しいです。なぜかというと、やっぱり人の声っていうのがこう響いていくと、声楽の声が、ね、皆さんこう届いていくのがすごくね、困難になっているので、できるだけ生声で皆さんの声を届けたいなと思っています。小さい子、大丈夫ですか？静かにできますか？できますか？お約束してください。よろしくお願いします。多くの お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、小さい子、できるだけ静かに、あとはフラッシュ撮影など、しないようにしてください。なぜかというと、やっぱりですね、シャボン玉っていうのは光に当たって変化して、いろんな色が見えてきます。そうすると空間の中に見えなかった風の形だとか、見えなかった、いろんな、イメージが湧いてくるので、ぜひともそれ皆さんで静かに歌声とともに見ていただければ嬉しいなと思っています。そのために市民合唱団の方、準備 OK ですか？はい。先ほども、午前の分が終わった後に新しく、参加された方々もいますので、皆さんちょっと緊張しているかもしれないですけど、精一杯表現していきたいと思いますので、温かく見守ってください。よろしくお願いします。じゃあ皆さんが静かになるまでパフォーマンスは始まりませんので、先ほどは踊らなく始まらないと言ったのと、今回は西新井の方々がこう鑑賞する、先に鑑賞する姿を僕らはちょっと見たいなと思ってますから、ぜひとも静かにたった17分、1年間かけて17分のものを作ってきました。たった17分、一回ポッキーで、このパフォーマンスでも、本当に今日が最後の最初なんですね。なので、その一期一会、その一瞬を皆さんと一緒に共有して、モーニングリバースの最後の締めくくりにしたいなと思いますので、ぜひとも静かに、光を全体に協力してください。よろしくお願いします。
これにて本日の演目は全て終了となります。